ラリベラは、エチオピアのアムハラ州の都市。人口17,367人。世界遺産、ラリベラの岩屈境界群がある。何世紀にもわたる、巡礼地であり、エチオピアではアクスムに次ぐ聖地の一つである。ラリベラはかつてエルサレムが、ムスリムの手に陥落した際に、新たなエルサレムを作る目的で、都市計画が行われた。そのため、 町の建造物群には、エルサレムの建造物群の名前や並びを模したものがある。12世紀後半から13世紀初頭に、エチオピアを支配した、ザグウェ朝の聖ゲブレ・メスケル・ラリベラの地勢には、この町はまだロハという名だった。この王が生まれた時、蜂が群がったといい、彼の母やロハの住民はこれを名君誕生の吉祥と捉え、 蜂に選ばれたものを意味するラリベラの名を与えたという。ラリベラという町の名はこの王にちなんで付けられたものである。この町の地名や石窟教会の配置にはラリベラ王が若き日に過ごした聖地エルサレムの名前や町並みが反映されている。ラリベラ王は1187年に筆ンの戦いでエルサレムがムスリムに占領された時に ザグルエ・朝のシュトロハを新たなエルサレムにしようとした。その結果、街には聖書に出てくる地名が付けられ、街を流れる川もヨルダン川と解消された。この街に最初に訪れたヨーロッパ人は、ポルトガルの探検家、ペロダ・コビリアンであった。また、近い時期には、ポルトガルの大使に随行した司祭、フランシスコ・アルバレスがおり、彼は、ラリベラについて、 教団と共に、著書の中に書き記しているが、同時にその異様の描写が、当時のヨーロッパ人たちに信じてもらえる、可能性には、悲観的だった。アルバレスの著書には、ラムゾが1550年に、石窟教会の図面を付録しているが、図面の出所は不明である。次に記録を残しているのは、クリストバンダ・ガマに仕えた戦士ミゲルでカスタニョゾであった。 彼は1544年にエチオピアを去ったが、以降1865年から1870年に、フリードリ・ヒゲル・ハルトローレスが訪れるまで300年以上に、渡り、ヨーロッパ人の記録は途絶える。2020年11月より、エチオピア政府軍とティグレ人民解放戦線は、交戦状態にあり、初期の主戦場は、北部のティグレ州であった。 次第に戦線が南下し、アムハラ州まで拡大した。2021年8月に、ラリベラは TPLF の支配下に入った。12月1日に、エチオピア政府は、ラリベラの奪還を発表したが、12日には TPLF が支配権を取り返した。フランシスコ・アルバレス、ザプレスタージョン・オブ・ザイン・ディーズ・トランスレーテッド・バイ・ CF ベッキングハム &GWB ハンティングファード、P226、ベッキングハムハンティングファード、アドアガペンディックスウィッチディスカスアルバレス、S ディスクリプションオブディーズチャーチズ。ピアニッシモ、526から42、デキャストワンホーソ、S アカウントイズトランスレーテッドイン RS、ホワイトウェイ、ザ・ポーチュギーズエクスペディションツーエチオピア、 ピアニッシモ、94から98、エチオピアの、反政府勢力、世界遺産の町アムハラ州ラリベラを占領。BBC、2021年10月13日閲覧。エチオピアンガバメントセズイットハズリキャプチャードロリベラ、UN ワールドヘリテージサイト。CNN、2021年12月2日閲覧。エチオピア反政府勢力、世界遺産都市ラリベラ奪還。 AFP 通信2021年12月13日閲覧ありがとうございます。